山田拓也は東京都世田谷区出身の元サッカー選手。ポジションは DF、MF。東京ベルディ在籍時はチームキャプテンを務めた。また2003年12月7日の東アジアサッカー選手権2003の香港代表戦で日本代表として初出場した。2005年に東京 V の J に降格が決定後も山田は 東京ブイに残ることを前提に、他クラブからのオファーがあれば、評価は聞いてみたいというスタンスであったことを、本人ブログにて表明、結果的に2006年セレッソ大阪へ移籍。新大阪では、塚田雄二監督の信頼を獲得し、リーグ前半では主にボランチで視野の広さを生かした、ゲームメイクを披露。だがクラブは低迷し、山田自身の長期離脱もあり、 結局、J2 へ降格。シーズン終了後に退団。その後、オーストラリアのアデレード・ユナイテッド FC や、平野隆とメジャーリーグサッカー、ニューイングランド・レボリューションの練習へ参加。2007年6月、横浜 FC への入団が正式に決まった。トレードマークの長髪を借り切ってのスタートであった。主に右サイドバックで、スタメン起用されたが、 2007年に横浜 FC も降格し、山田の所属したクラブは3年連続で降格することになった。2008年限りで横浜 FC を退団し、2009年1月20日、サガン・トスへの完全移籍が発表された。トスでは若手選手主体のチームにおいて、その豊富な経験や知識をチームに伝えるなど、リーグ戦を通して出場し、 チームの顔として、クラブを牽引ただ、山田をクラブに引っ張った、岸野康安きの監督退任とともに、トスを、山田も去ることとなった。2010年、アメリカのアソフ・ディーニュへ新規加入をする FC、タンパベイのトライアウトへ参加し、ボランチでのプレイブリを監督のポール・ダルグリッシュが、高評価し、契約となった。クラブのプレスリリースも、日本を代表する、 スター選手の加入と大きな期待を見せた。シーズン途中には日本人として初めて共同キャプテンに任命され、キャプテンマークを巻いてチームを牽引する。2011年、アスフ・ディーニーが北米サッカーリーグとして再発足。2012年、レギュラーシーズンでリーグ唯一の全28試合全時間出場を記録。 北米サッカーリーグ年間ベスト11に選出され、リーグ優勝も見事に果たした。2013年、レギュラーシーズン22試合に出場し、ローディーズ及びアメリカで100試合出場を達成する2014年、クラブ創設以来唯一ローディーズでプレーを続ける選手となる。2015年7月、元日本代表監督の岡田武志がオーナーを務める。 当時四国サッカーリーグ所属の FC 今治へ加入。2016年に奈良クラブへ完全移籍により、加入したが、同シーズン終了後に退団。2017年8月、FC 今治へ復帰。同年11月に、現役引退が発表されたその他の公式戦。ありがとうございます。